昔々毎日ぼんやりしているゾウさんがいました。そのゾウさんはくねくね道の一番奥のその向こうの小さなお家に一人で住んでいました。ゾウさんのお家からそのくねくね道は下へ下へと緑の谷間まで曲がっていました。谷間には蝶々の住んでいるもう一軒のお家がありました。ある日のこと、ゾウさんは自分の小さなお家に座ってぼんやりと窓から外を見ていました。ゾウさんはぼんやりが一番好きでした。とってもご機嫌でした。その時、このくねくね道を誰かさんがゾウさんのお家の方にぴょこぴょこやってくるのを見つけました。ゾウさんは目を大きく開いてみて驚きました。このくねくね道を僕のお家にやってくるなんて誰だろうなと、ゾウさんは独り言を言いました。とっても楽しそうにこのくねくね道をひらひらしながらやってくるのは一羽の蝶々だったのです。あれ、蝶々が僕を訪ねてくるのかなとゾウさんは言いました。蝶々がだんだん近くにやってくるとゾウさんは気持ちがとてもそわそわしてきました。とうとう蝶々はゾウさんの小さなお家の階段を登ってから羽でそーっとドアを叩きました。誰かいるのと蝶々は尋ねました。ゾウさんはとっても喜んだけどじーっとしてました。それから蝶々はもう一回羽でノックをしました。前より大きく、だけどとても優しく、それから、このお家には誰かいるのねえ、と言いました。けれども、ゾウさんは何にも言わなかったのです。だって、あんまり嬉しくって声が出なかったんです。蝶々は3回目のノックをしました。今度ははっきりわかるように大きく叩いて、誰かいるのと尋ねました。するとゾウさんが声を震わせて、僕だと言いました。蝶々はドアから覗いて、誰この小さなお家に住んでるのはと言いました。ゾウさんも覗いて答えました。僕はいつもポカーンとしているゾウだぜ。わっ、ゾウさん入ってもいい？と蝶々は言いました。うん、いいとも。とゾウさんはニコニコして言いました。ゾウさんも嬉しくって仕方がないんです。そこで蝶々は羽で小さなドアを押して中へ入りました。昔々そのくねくね道のそばに7本の木が住んでいました。そして蝶々が羽でドアを押してゾウさんの小さなお家に入った時に1本の小さい子供の木がなんとなくブルブルと枝を震わせました。そうなんです、小雨が降ってきたんです。隣のおじさんの木も緑色の葉っぱと葉っぱと葉っぱを震わせて雨を払っています。けれど運のいいことに蝶々はちっちゃなゾウさんのお家にもう入ってしまったのです。
子供の木とおじさんの木は葉っぱと枝を揺さぶってもう安心といった様子です。蝶々とゾウさんがくねくね道を一番奥のその向こうの小さなお家でお話をしている間に雨はそこら中にパラパラと降ってきました。蝶々とゾウさんは一緒に窓から外を眺めていました。二人とも本当によかったなぁと思いました。その間にこのくねくね道はすっかり濡れて、さっき三番目の木が言った通り緑に匂い始めました。ほんのちょっとして雨は止みました。ゾウさんは優しく蝶々と肩を組んで僕のことちょっと好きと言いました。すると蝶々はにっこり笑ってええー、とっても好きよと言いました。嬉しいなあ、君と僕とで一緒にお散歩に出かけようよ。ほらもう雨は上がったし、このくねくね道が緑に匂っているからさとゾウさんは言いました。蝶々は、ええ、だけどね、あなたと私でどこに行ったらいいかしらと言いました。ずっと道を下がっていって僕が行ったこともないところに行ってみようかとゾウさんは小さな蝶々に言いました。そうすると蝶々はニコニコしてずっと道を降りていくっていうのは素敵ね、さあお家を出て一緒に階段を降りましょうよと言いました。そうして二人は一緒に出かけていきました。ゾウさんは優しく蝶々と肩を組みました。その時子供の木が隣の大きな木にしゃべりました。なんて決まってるでしょ、蝶々はゾウさんが好きでゾウさんも蝶々大好きだと葉っぱを揺さぶって話をしたのです。くねくね道を下にしたり二人は降りていきました。お日様は雨が止んでから美しく輝いていました。くねくね道はお花の匂いでいっぱいです。一羽の鳥さんが藪の中で泣き出しました。雲は全部空からなくなってしまい、どこもかしこも春でした。二人は蝶々のお家に来ました。そこは今までこんなに緑色になったことがないほどきれいな緑の谷間の中にありました。ゾウさんは、ここに君が住んでるのかいと言いました。ええ、私ここに住んでるのよと蝶々は言いました。君のお家に入ってもいいとゾウさんは言いました。ええ、いいわと蝶々は言いました。そこでゾウさんは自分の鼻でポイッとドアを押して、二人は蝶々のお家に入りました。そうしてからゾウさんはそーっと蝶々のほっぺたをなめてみました。蝶々はどうしてゾウさんは私がいるこの谷間に降りてこなかったのと言いました。するとゾウさんはだってさ毎日ぼんやりしていたんだけども、僕は君が住んでるとこが分かったから毎日くねくね道を降りて君に会いに来るよ、来てもいいだろうと言いました。今度は蝶々がゾウさんのほっぺたをなめて
AE は大好きよと言いました。これからあと毎日ゾウさんはくねくね道を降りてきました。そうして小さな友達の蝶々のお家に向かって、大きい木と小さい木の横を通って、藪の中で鳴いている小鳥たちのところを通って、緑の匂いのする道を下っていきました。二人はずっと仲良しで暮らしましたとさ。